15万円福袋です。うわこれもう俺めっちゃ大好きな種類、今から紹介する子がいたからもう速攻で決めたって感じ。30万円分って感じ。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがしんけんくんです。いや、具志堅ですよ。具志堅か。武器、シンプル武器いや、ごめん違う、ゴミ箱に捨てるときに具志堅にちょっと当たっちゃって、そばで、その時、めっちゃ切れたからさ。いや、真剣じゃねえかあれ違うの、包丁にも使われるのか、いずれいや、危ないから、そんなやつ絶対一人ぼっちになるよ。いや、そんなことないよ。キュービーのチャクラ練り込まれて、いや、ナルトかボルト剣の印象が強かったから。おお。そう、なんかめっちゃ言われる気するからだいぶ引っ張られてんな。剣ではあるけど、剣ではない。いや、むず、謎謎じゃんいや、簡単、人の名字なんですよ。具材の具だ。おお。うん、来た来た。そうだそうだ、うん、脂肪の脂つかないよ、さすがに違うっけ敵キャラじゃないんだからいや志みたいな。あ、あれか、はいはい、下に心がある。志村健さんと一緒です。あ、はい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 、うん、で、剣は僕の剣は、うん、お菓子の堅揚げポテトの型で。具志堅の剣ってお菓子の堅揚げポテトの型なの？こんな引っ張るようなもんじゃねえだろぶっ潰したいよ。いや、怖っちょっとやめてよ一緒に全然作ってこう。おぉ、今日もまたクワカブの部屋、はい、楽しい動画あですよ。あ、すいません、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。申し訳ないですが、ちょっと大丈夫、はい、このタイミングで雑談の後で申し訳ないですけど、はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。新年一発目の動画です。わーい。いやいや、どういう感じ。遅いよ。いやいやいや、そんなことないよ遅いやいやいや、そんなことないから。本当に去年も1年ありがとうございました。いや、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。いや、最初からそれでいいと思うけど。いやいや、でもその後無理じゃん動画の始めは、うん、いやいや、そこに関してはやっぱもうオープニングは、うん、年が明けようと明けなかろうと、もうそうか、そう変わらないっていう、そのポッチャマというかね、その光のポッチャマみたいなねいや、わかんない、ポケモン水色のすごポケモン、うん、そう、水色、まあまあまあそう、ね、水色ポケモン、水色ポケモンっていうポケモンじゃないよそんな水色ポケモンポッチャマなわけないでしょ別にいや、もう今年もね、相変わらずですがあんま自分で言わないなんか、うん、他人にあいつ今年もあんなことやってるなって言われちゃうやつ。あ、まあそうか、うんうん、まあちょっと俯瞰で見る時もあるからね俺まあでも今年もね、はいはい、やっぱ始まりまして、まあ動画上はね一発目なんですけども、はい、実際のところはまだ12月のまだ中頃で、うんうん、ちょっとまだね、こっちサイドはちょっと新年明けた感じではないんだけど、はい、これはでも新年一発目だろうという動画ですね、うん、はいはいはい、なんだと思う、なんかニューイヤー駅伝見るとかですか。いや、どんだけ新年一発目だけどニューイヤー駅伝を12月の中頃にやるわけないだろう。みかん片手に、そうそうそう、横になって見るけど、うん、お父さんとか特に駅伝のそう、うん、魅力がまあ、うん、少しは分かりますけど今は。あ、確かに小さい頃はね、ちょっと難かったっす。確かに難しいよね。うん、そうやったらまだなんか他のなんか再放送のやつとかね、特番見たいって小さい頃は思うけど、うんうん、やっぱ大人になるにつれて分かるね、ああいうののドラマというか、じゃなくてバイブじゃなくていやいやいや、そんな揺れてた俺そんなこんな売れてないからうどんさんばりにいやあれ揺れすぎじゃんたまに頭取れてるらしいよ早すぎて見えないけど一瞬でスーパースローカメラでは捉えてたらしい。ああ、うん、やっぱ結構一回はけてたらしいよ頭すごい、めちゃくちゃ高速じゃない。めちゃくちゃ高速。いや違う、駅伝見るわけじゃないよそりゃ新年っぽい。去年も一発目これだった。でも意外と年明けてからの車の洗車とかですかね、うん、いや新年一発目にやるんかい意外と、ね、年明ける前にやるやつだけど意外とて、それ年末ってやっぱ混むんすよ、うん、あ、そうなんだ、はい、あ、お店でね、はいはい、ガソリンスタンドで、はいはい、あ、そうなんだ、うん、確かにね、まあその
今年の汚れは今年のうちにみたいなやつだからね。そうそう、絶対それの方がいいんですけど、うん、確かに混むのを避けるために、うん、意外と新年一発目でやっちゃおうみたいな、あ、意外といるんだ、空いてるんだよね。ああ、それはありがたいね。うん、いや、そんな洗車なわけないじゃん。いや、もうその洗車とかそういうのクワカブの部屋で今までやってきたこと動画で取り上げてないでしょ去年洗車ちょっとね、そろそろ当ててもらわないと。わかりました。おう、あのゼリー使ってカルタみたいな。いや、どういうことだよゼリー使ってカルタ書いてないでしょだからゼリーにカルタ、そこはなんかペンでオリジナルで書くみたいな。どうやって、ちょうど白いじゃないですか。どうやって取る、ガーやったらゼリーブヤーンなるでしょあのな、開けないですよ蓋は。いいよその配慮は。一回ひっくり返りそうじゃないですか。ああ、意外とひっくり返りそうだし、うん、ああ、俺カルタめっちゃ勘違いしてたわ。三森さんが言ってるのは百人一首。え、何、何の話してんすか。いや、怖具志堅が言ってるのはめんこでしょ。ああ、めんこか、ね、そう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 ってことでしょ。おうおう、途中で食い違い起きたからめんこ余計でしょ。こうひっくり返るわけないじゃんそんな。いや、でもゼリーのあの形だったら意外と、いや、いけないよどんだけ平たいと思ってるいや、そんなわけないじゃん具志堅。まあ正月っぽいけど、いや、ちょっともう切りないな、うん、やっぱり。あ、でも福袋かもな。いや、こっそり当てるんかいこっそりそんな、この時期のね、一発目、もう知ってるやつの余裕じゃん。盛大な、一発目に言っといた方が出て、うん、いや、違う、小声で言うなんて、知れないし、これどんだけ突っ込んだら終わるいや、福袋だよ。おーおーおー、じゃなくて、やっぱ一発目に来たか、うん、そりゃそうでしょ。いや、縁起がいいですね、うん、いや、違うな、さも今まで何も間違えてないかのように振る舞って、めちゃくちゃ間違ってたから小声で福袋言うし、いや、福袋よ。おお、そう、小声で言われると拍子抜けしちゃうからこっちだって福袋です、おおなのに。もう今さら当てに行けないよ普段のテンションでは。曲名、いや、今さら当てに行けないよって。いや、ちゃちゃ、何がモチーフなんだよ今さら当てに行けないよの。まあ、ありそうでなさそうだけど。いや、それも、いや、違う、何、曲に急にハマったな曲マッキー、マキハラ、いや、だから、あれ、裏面、いや、わかんないよなんか、よるでしょ、いろんな歌手にも。なんで決められなきゃいけないですか。おお、それも曲、いや、そんなんなんすか、それ別に、ぽいこと言ったら、うん、曲っていうのは、うん、いいかもしれないけど、ぽいこと言ってないから俺今歌詞っぽいことというか、いいフレーズが出たら言うの分かりますよ。ああ、何それ曲なの。ああ、確かにね、今別になんてことないワードで曲って聞いてくるの意味分かんないから。え、これ何、サビ今だから何も言ってないんだってえ、これどこでダウンロードできないの。いや、曲じゃないんですよ、だから。あ、違うの、うん、会話だからただの。そうなんだ、うん、いや、ごめん、どう、困るいや、もう困るよ。ああ、よかったよかった。そんな急にはまられても立場逆転してようやくこれで福袋出せます。皆さん出せないかと思いましたけど、いやー、いいですね。今年も一発目は福袋で行こうと決めてて、うん、で今年はどうしようかなってなった時に、まあ、いろんな福袋、まあ、年明ける前もちょっと福袋動画出させてもらってるんですけど、一発目はこれで行きたいっていうので新年一発目の福袋、はい、出しましょうか。あー、お願いします。今回の福袋こちらです。はい、いや、珍しいな出し方こちらマイバッグじゃないんだからお母さんが持つ、いや、お母さんの独特の持ち方。いやいや、そんなことない、独特じゃない、世のお母さんが持つ、うん、ここで、そうそうそう、すごいことになってるもんね。なん、うん、あのこだわりがあるんでしょうね多分。いや、だから本当に理解できないというか、手使うためじゃない。ああ、でしょうね。高評価、チャンネル登録お願いします。無理だよバッグの持ち方一つ紹介しただけでまあちょっとね、場所がお母さん的な感じにね、具志堅的には机の上に出ると思ったけど、確かにこれちょっとこちらの福袋でございます。はいはい、まあずっと見てくださってる方は見かけたことある袋だと思うけど、うん、はい、実際はこの中には入ってきてなくて箱で届きました。はい、はい、この中にでも入れてる、うん、なるほど。そうで、生態ももう僕は知ってる状態です。あ、まず生体がいるんです、ね、
スチールが鋭いね。あ、ごめん、勘が鋭いよね。いや、なんかその金属違い。あの勘じゃない、空き勘じゃないんだから。あ、そうか。うん。ごめんごめん。いや、鋭いですよ。まあ、いやいやいや。福袋の生態ってなると、注目されますよ。そうね、これね。うん、ちなみに、今回購入したのが、プレミアムドルクスさんですね。おー、はい、何個か買わしてもらったって前の動画で言ってると思うんですけど、はい、うん、ぜひ、福袋動画過去のやつもあるんで、再生リストから福袋っていう再生リストあるんで、そっからぜひ見てください。そこのこれどうだったかな、結構な種類あって福袋も、はい、その中の一つって感じで、今回のやつ15万円福袋です。うわー、来ました。15万円。15万円、すごい、すごいよね。まあ、これを実はツイッターで見かけて、このプレミアムドルックス自体が多分まだ、うん、ショップ始めて日が浅いのかな、はいはいはい、曖昧だけど初めての福袋だったかもしれない、今回がその販売は、うん、福袋に関しては、うん、でその中の多分まあ上上位の方ではあるけど、これよりも高いのもあったかもしれない、もしかしたら。ツイッターでこれが流れてきて、はい、で、あ、こういうのが入ってるんだっていうので初めて知ったんだけど、このお店を、このお店の URL に飛ぶきっかけになった福袋、今回。うーん、なるほど、うん、って感じですね。はいはいはい。そう、15万円、まあ一体何が入ってるんだっていうね、うーん、ところにもなるけど、これまあ結構一発目は、去年は30万円分のクワガタを、カブトムシを入れてもらった福袋だったんで、そこからしたらまあ、はい、価格帯は下がるけど、うんうんうん、まあ、それに関しては特別に作ってもらった福袋だったから、うんうん、今回は既存の福袋で15万円は結構あるんですね。いや、あるよ。それを狙ってる人もいるってことですよね。そう、だからもうページを更新するたんびになくなってった感じ。だからもう急いで入れてみたいな、うんうんうん、1種類目ドン、はい、これが幼虫ですね、はい、幼虫3頭ミラビリスノコギリクワガタ。おお、なんかミラビリス聞いたことある。こちら、はい、タンザニア、まあ、結構色味が綺麗なクワガタで、うんうん、多分証明書みたいなもこう同封されてるから、はいはい、ここに生態も写真載ってるかな、うん、あ、載ってるね。こんな感じのやつ、すごい綺麗な、はいはいはい、ノコギリクワガタの中ですごい人気の種類。そう、これの幼虫が3頭、割り出した日が8月、だからまあ数ヶ月経ってんのかなって感じだね。はい、うん、ちょっと、ね、幼虫が、あ、ここに真ん中のやつは見える。これがまず1点、はい、1種類目ですね。これもだから15万円でしょ、一応。もだから普通に買った額と比べたいから、どうなんだろうね、マジで。幼虫の相場は正直全然把握してないから、うん、何とも言えない部分あるけど、やっぱ成虫とかショップとかだと数万円したりするから、うんうん、1頭3、4000円はするんじゃないかな、もしかしたら。うーん、よりもっとするかもしれない、下手したら、はい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 、って感じ。だからこれだけで1万円近くにはなってると思う、うん、なんなら超えてる可能性もあるって感じ。うん、で、はい、次ここ行きましょう。はい、こちら、なんか見ない箱。そう、これね、結構発送の時よく使われるやつ。こういう100均のケースとかをちょっと加工して、だから梱包サイズをちっちゃくするためにという。これが成虫です。お、ネパールコクワガタ。おー、うん、ネパレンシスっていう、はいはいはい、まあ、僕のチャンネルでよく登場するクワガタですね。オス、メスペアで、産地がね、うちのやつが西仮面っていうところと、はい、ランターンっていうところの2産地の種類がいるんだけど、はい、今回はまた別産地、ネパールのトゥリスリっていうところらしい。そう、だから 3産地目って感じだね。ウカビは、今年の、あ、だから2021年の11月、だからそっから半年ぐらいは休眠、寝るから、餌食べない、じっとするから、夏手前ぐらいかな、その産卵セット組むのは。ちょっとメス見ましょうか、まず、はい、まずメス、顎がすごいたくましい、はいはい、でかいよね。なん、サイズ書いてんのかな。サイズはフリーサイズ書いてないですね。元気、無事元気で。と、いや、 やっぱオスがね、コクワガタっていう風に和名ではついてるけど、もうそうは思えない。はい、おお、でかいな、すげえ、かっこいいね。
70近くあるんじゃないかな。結構たくましい、立派な、ね、こんな俺の腕と同じぐらい。いや指ね、腕だと思います。いや、だ先端見えちゃってんだよ、腕にしては。いやいや指でしょ、腕って途切れないから、途中だから、人間の途中途切れないから腕なんだそうなんですよ、途中なんですよ。あ、そういうことね、うん、マシンガン打線のこと言ってるのかと思って急に途切れないで、うん、そのことを言わないですよ、別に。そう、これがネパレン室。はい、まあ、結構立派だね、サイズ。ちょっと測ってみる、せっかくなら。あ、お願いします。70はないかなって感じだと思うけど、久しぶりこのサイズ感見たからでかく感じてる可能性もあるけど、あ、63.9。 まあでも十分でかい、やっぱ6センチ超えるとでかいね、うん、だから新産地がうちに来てくれました。これが2点目。どんなもんなんだろうね、この産地のネパレンシス。産地によっての値段の上下もあったりするから、そう一概には言えないけど、ショップとかだとどうなんだろうな、ワンペアでも3万とかはするかな、とりあえず、はいはい、2、3万はするって感じだから、まあここで4万ぐらいいってんのかな、うんうん、さあ、そして3点目。俺これ結構すごいと思ってるんだけど。おー、ちょっとまあ軸、うん、こちら、はい、成虫。おー、まあ似たようなケースね、うん、これも俺めっちゃ大好きな種類、ペルビアヌス首細クワガタ、首細ツヤクワガタ、っていう、まあこれ見たことないよね、具志堅。はい、これがね、ちょっと実はその連絡あって、発送の際に確認した結果、うん、その実はオスが星になっちゃってて、代わりに次出す子を予定よりちょっと増やしてもらったって感じ。そうだから、でもその星になった子もう送ってくれたんで、そうだから、まあ成虫もね、せっかくだから見たいしね、うんうんうん、これがまずメス、まずメス見てほしい、こいつに関しては本当に。これがメス。うわー、すげえ。すごくない？まあちょくちょく動画にも出てるんですけど、僕んちでも、はい、去年の福袋にももしかしたら入ってたかもしれない、クワプラさんのお願いした福袋にも入ってたかもしれないんですけど、はいはい、これがね、もう背中がね、マットチックな、うん、艶消しになってるような感じで、うん、頭の方はね、また背中とはもうこう一点、はいはい、ゴツゴツした感じで、ちょっとメスだけど、その楽しめる、かっこいい特徴がすごいありますね、うん、だから俺初めてツイッターで見たとき、はいはい、ツイッターで写真を見たときは、それも数年前だけど、こうメスがかっこよくてこの種類飼育したいって思ったぐらい、おー、こうメスがかっこいい、とにかく、はいはい、そう、ちょっと不思議な、これペルーの南米の方のクワガタで、で、野外品だから、まあ、もしかしたら産んでくれるかなっていう、そう、ちょっとオスがいないのは不安ではあるけど、はい、うん、まあでもメスだけでも野外品だから産んでくれる可能性もあるんで大丈夫ですというので、だからとりあえずメスは元気です、はい、で、オスね、このメスの形、見た目、はい、オスってどんななんだろうみたいなところになるんだけど、はい、ちょっとね、星になってるのは残念、まあしょうがないんだけど、はいはいはい、でも俺もだから、そのメス始まりでこの種類知って、もう一目惚れしてたんだけど、そのメスが多分卵を産んで、その、成虫になったオス流れてきた時にもう衝撃が走ったというか、はい、具志堅も多分見たことはない、見たことないというか記憶にないかもしれない、はい、こちら、すごい、すごくない、結構でかい子、しかもこれ、あ、そうなんですか、うん、これ51ミリ、そう、ちょっと星になってるけどね、はい、全然もうありがたい、わざわざそれも入れてくださって、うん、こういう不思議な艶と形ですよね。そうそうそう、で、これね、触覚がね、触覚もすごいからちょっと出したいな、来た来た来た、ちょっと片方だけ、これ分かる、ほら、おー、めちゃくちゃ長い、長いっすね、びっくりするでしょ、ヒゲみたいな、うん、この長い触覚も不思議だけど、まあ首細、首、ここの、ここだけ、頭だけめっちゃちっちゃいみたいな、そう、だから首細って言われてるんだけど、うんうんうん、で、まあツヤがあるからツヤクワガタって感じで、うんうん、そう、光沢感があるの、そのゴツゴツ感は一切ない、そのメスと違って、うん、
で、この顎の感じも、顎もちょっと立体感あって、一体1種類あれば特徴あるってものが3つ4つぐらいあります、ね、そう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 、入り組んでる。うん、そのこれもパスタとかすごい掴みやすそうな、いや、トングみたいなことですね。うん、あのなんか出てるやつあるじゃん、うんうん、アローラ地方の石粒手のトゲトゲみたいにさ、ねえ、わかんないポケモン、ね、あれみたいに地方まで指定されたらここでそう、この不思議なフォルム、これね、去年もね、だからクワプラさんの福袋に入ってたんだけど、へえ、そう、これね、でも去年ね、完全に、まあ、卵は取れたけど、はい、あんまり孵化しなくて、ちょっと管理ミスなのかわかんないけど、1匹しか取れなくて、うん、まあ、今それが幼虫になんすけど、そう、だからリベンジって感じかな、うん、そう、この種類すごい好きなんで、首細系、そう、だからこれなんとか産んでほしいですね、はい、このメス、そう、の、これがオス。だからこれフェアで野外品でやっぱ10万超える、だからもうここでもう元取れてるみたいな状態、ああ多分10万するんですか、そう、だからメス単でも実際数万円だから、7万とか、うん、8万とかするんじゃないかな多分、へーって感じ、はい、で、なんかここでもうその金額分は来てくれてるというか、うん、だから普通に買うんだったらそれぐらいの値段になってるはずなんだけど、こっからラスト、はい、もう一種類いるって感じ、うん、ラスト、これ具志堅も馴染みある実は、おお、で、まあ、実際のところね、こいつ飼育したいっていうのがまず第一希望でこの福袋買ったんだけど、はい、そこに今から紹介する子がいたからもう速攻で決めたって感じ、購入は。ダメ押しじゃないですけど、うん、そうそうそう、もう、はい、完全に。それが、はい、こちらです。はい、幼虫なんですね、うん、まさかの、もう結構、うん、成虫かと思ってました。そうだよね、はいはい、動画的に最後は変だけど、はいはい、うん、まあその種類ですね。そう、だからクワガタカブトムシよく飼育してる人からしたらこいつがまあ鳥でもおかしくないだろうっていう種類の4頭なんだけど、はい、これが、ウエストウッディオシカクワガタの幼虫4頭。へえ、そう、これすごいよね、あの今年のうんコンテンツ、今年のクワカブの部屋のメインホットコンテンツだったこれ、おーの幼虫で、同じ産地だから、はい、あ、そうなんですか、そう、だから来年、2023年とかに多分羽化してくるから、うん、この子たちもそのタイミングになると思うんで、時期も一緒だから、孵化時期も、うんうんうん、だから、まあ、兄弟同士で掛け合わせずにこの子と掛け合わせてとかもできるかなっていうので、うん、これいるのはすごい助かるから買わせてもらいました、はいはいはい、で、なんかこの幼虫本当は3頭だったけどオス欲しいなっちゃってたんで1頭貸してもらってみたいな、3匹セットみたいな、そう、本当は3匹セット、イメージありますね、うん、そこをまあ3頭から4頭に増やしてもらったっていう感じ、へえ、そうっていうことになって、はい、まあ、すごいありがたい、そうそうそう、これがね、だからウッディに関してはね、やっぱ1頭4万とかするから、そもそも、はいはい、3、4万はするから、うん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 、書類でだからここの時点でもう超えちゃっててもおかしくないって感じ、そう、金額で言うと、はいはいはい、だからこいつプラスここが来てくれたって感じが倍、やっぱ倍ぐらいなの、ね、30万円分って感じかな、そう、だからすごいお得ではあるよね、まあ、うん、その福袋自体も高いけど、うんうん、そもそももう飼育したい種類とかがいるんだったらもう全然安いというか、うん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 、でも一頭だけ上にこう出てきてるから、本当だ、うん、そう、元気そうな健康的な子で、はい、そう、これで以上ですね、はい、うん、写真、まあぜひ動画もウッディはあるんで、この子も生きてるやつとか動画に上がってるんですけど、一応だからこれも全部証明書がついて、はい、まあ、この裏に一応こう、こういう感じで詳細が書いてるって感じ、なんかこれはずっと撮ってた方がいいよね、そう、分かんなくなった時にこれ見返せばわかるから、令和3年9月に羽化したやつっていうのとか、産地とかもね含め、そうで、だからこれが証明書みたいな感じで、だからまあ一応ウッディね、これがで、プラスこれがなんか、次回のお買い物券でシリアルナンバーが書いてて、これのシリアルナンバーを伝えれば1万5000円分これでお買い物できるって感じ、
そう、まあ条件とかあるけど、そう、整体金額これ以上みたいなのとかはあるけど、だからこれ次もお買い物する予定だったらすごい助かる件、これで全部ですね。だから、はい、結構よ、高いだけのことはあるって感じのお得度、はい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 、最高ですね。すごかったですね、うん、どうよいや、やっぱ尻上がりに、うん、ね、こうすごい、なんていうか価値というか、うん、金額的なものもすごい上がってきてて、そうね、しかもやっぱもう全部人気どころ、はいはいはい、憧れの種類みたいな、うーん、この首細、うん、うんうん、だったとかは初めて見ましたし、ね、あ、まあ残念でしたけど、まあそうね、まあでもまだ可能性も残ってますし、まあそうね、うん、初めてか、はい、初めて見たって言ってるけど多分具志堅見てはいるんだよ記憶から消されちゃってますね、うん、そうだから、うん、メモリーカード移し替えたから新しい携帯になるべく濃く刻んでおきます。SIM カード変えたんだっけ。いや、わかんないよ、携帯携帯じゃないって俺あ、違ったっけ、うん、で、なんか SIM のスマホ経験してないから俺、うん、あ、そうなんだ、これもなんかわかんねえんだよ、あ、俺もよくわかんないけど、うん、とりあえず俺の記憶書カードに刻み込んどきます、うん、あ、そうね、これマジでもう大好きな種類、ちょっとまだ今までで一番、なんかこの種類、この系統の種類で一番取れたの6匹とかだから、うん、ちょっとね今年はたくさん取りたいね。オスとメスで特徴が出るのもすごい、そうすごいよ、ね、オスの方のやっぱ、うん、てんこ盛りみたいな、うん、触覚も顎の形もツヤもみたいな、そうだから2004、5年ぐらいの巨人みたいな、あ、てんこ盛り、てんこ盛り8番国母なんかいみたいなあれ確かにそれは贅沢というか、うん、贅沢だったね、うん、江藤ベンチにいるんかいみたいなあれ衝撃ね、なるほどなるほど、うん、それぐらいてんこ盛りでしたね、てんこ盛りすぎたね、うん、でこの確かに4頭っていうのは、いや、ありがたいね、すごいっすね、うん、今年は確かによく聞いたんで、そうね、ウエストウッディ王子がクワガタ2021年のもう、でもやっぱ人気度もすごかったね、注目度として、はいはい、うん、まだまだ可能性が、うん、1年後とかじゃなくて結構先かもしんないです、ね、そうね、こいつは一応1年で羽化するパターンと2年で羽化するパターンがあるんだけど、こいつはもうすぐ産卵セット組むかな、だから、うん、もしかして動画外になるかもしんないですけど、ちょっと動画撮るタイミングが難しいんで、はいはい、だから過去動画の産卵セットとまあほぼ一緒なんで、うん、まあ、気になった方は首細の再生リストも多分作ってるんで、はいはいはい、よかったら見てみてください、はい、南米の種類のフォルムがすごい好きだから、ちょっと中二病心をくすぐるような、ね、うんうんうん、速攻で買わしてもらいました、うんうんうん、タイミング的にね、ちょうどその給料が入る前あたりに福袋販売開始だったから、うん、一時はどうなるかと思ったけど、いやー確かに勇気いりますね、勇気はいったね、うん、タイミング的に、はいはいはい、いやでももう買えて満足でした、はいはい、いやもう具志堅もね、うん、だからもうちょっとなんか贅沢しすぎて、うん、なんか疲労をなんかまとうというか一山越えた感じがあります、そうそうそう、はい、本当になんか一山越えた感じだった、だから富士山の山頂で、はいはい、あのあん肝とか白子とかを食ってる感じ、うんうん、まあ贅沢度はかなりありました、半端ない、うん、金額もやっぱそれぐらい、うん、なかなか出せない金額ですもん、ね、そうね、うん、一回出したらもうあれよ、絶対得はしてるじゃないですか、そう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 、うん、充実度がすごいっすよね、だから、うん、そうだから絶対種類的にもお財布的にも、そう絶対この金額で買えるレパートリーじゃないから、うん、うんうんうん、そこで言うとまあちょっとはめ外して、うんうんうん、福袋でっていうのはそれできたらすごいお得なんで、はいはい、なんか福袋のために貯めとくのもありだからね、うん、なるほどなるほど、まあ、何が出るかは分かんないけど、その、うんうんうん、福袋の中身が決まるまでは、はいはい、でも来年に向けて貯めとくっていうのもありだと思うんで、はい、ぜひ、皆さんも福袋、まあ、今年も頭の方だったら、うん、なこれ以降ももしかしたら動画、ツイッターとか、なんかショップとかによっては福袋出す場所もあるかもしれないんで、1月中だったら、うん、1月中だったら、うん、気にかけてみてください、はい、いやちょっとブリードも頑張りますんで、はい、はい、ちょっとぜひ気になった方は、チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです、はい、はい、
はい、そんな感じですね。はい、はい、なんでまあ、動画は以上になるんですけども、はい、具志堅も YouTube チャンネルやってますんで、そちらの方では道端で拾ったベーゴマ食べてみたって動画上げてる。いや、チャレンジしすぎだろそれ。あれ違ったっけ、久々に聞いたベーゴマって何だっけベーゴマって。いや、あのなんか紐でさこうやって回すやつ。いや、なんかせめてやってくれよ。なんで食べちゃうんだよ。いや、具志堅食べちゃうじゃん。いやないよそんな癖。あれ具志堅じゃなかったのかな。じゃあんまな、硬そうだな。硬いでしょ、絶対。意外とやばいとか、中はふわとろとかないでしょ、別に。ないよ、絶対。あれやってないか。あれはやってないです。でもまあ、具志堅のチャンネルも、いろんな動画上げてるんで、ぜひ注目してみてください。はい、概要欄に載せてますんで、ぜひチェックお願いします。はい。はい。そんな感じで、新年一発目の動画、以上になります。ご視聴ありがとうございました。